はい、どうも、荒木詩です。今日取り上げる論文は、孟起博さんのアーレント政治における嘘論から考える公文書問題、2018年のものです。現代思想、公文書とリアル、まあこの中に入っているものですね。まあ、近年、日本の公文書管理がいかにずさんなものかということを示す事件が、まあ、いろいろ明らかになっていてですね、まあ、このポストトゥルース時代を、まあ、どういうふうに、読み解いていったらいいのかと、まあ、そのための一つの鍵として、アーレントの政治における嘘論、まあ、これを参照してみたらどうかと、まあ、そういう論文に今なっているというわけです。で、まあ、政治において、まあ、嘘をつくことで、まあ、そのやりとりといいますか、その駆け引きがですね、まあ、うまく進められるよ。でも道徳的にどうなのみたいな議論って、まあ、ずっとあってですね。実はアーレントは政治における嘘、それ自体が、まあ、悪いんだっていうふうには別に言ってないんですね。まあ、そういうものが出てくることも、まあ、あるだろうと。そういうことが必要な時も、まあ、あるだろうという考えを、まあ、示していると。他方で、それはまあ伝統的な政治における嘘の話で、これは現代になるとなかなか、そういう寛容な態度は取れないかなというところも出てくるわけですね。で、現代と伝統的な嘘、この2つの嘘の間にはどういう違いがあるのか。まあ、簡単に言うと、現代の嘘っていうのは、敵ではなくて自国民、あるいは自分自身に向けられて、その嘘っていうものがつかれる。伝統的な場合は、敵を欺くために嘘をつくんだけども、そうではなくて、現代では、自国民に向けられて、ある種創造的な世界を展開して、いくというわけですね。で、これは別の言い方をすると、現実世界を虚構、的な世界で代替する。現実世界を壊して、嘘800のね、絵空ごとで、塗りつぶすと。で、これは、ある種の一貫性っていうものがすごくあるわけですよね。現実世界はいろんな曲折とか偶然性とかに支配されてるんだけども、虚構は人の意思によって成り立っているものなんで、一貫性があると。で、まあ、この一貫性、が多くの大衆たちを引きつけて、ある種全体主義的なうねりに発展していく、そういう危険性もはらんでいる。まあ、だから伝統的な嘘はまあ許せても、現代的な嘘はちょっとまずいんじゃないかっていうような話に今なっていくというわけですね。ただアレントはまあ面白いことを言っていて、この、まあ、先ほどの、政治における嘘は、実はそんな悪くないんじゃないのっていう話とも関係するかなとは思うんだけども、この嘘をつくことっていうのは、実は、アーレント哲学の最も、まあ、重要な、概念、活動、アクションの概念とも結びつくんだってことを言っているんですね。で、まあ、アクションっていうのは、まあ、人間固有の、そういう新しい世界を生み出す、そういう、まあ、利機能なわけですけども、それと、まあ、嘘をつくことが、まあ、結びつくんだということを言っていると。なんでそうなのか。まあ、嘘をつくっていうことは、今、ここにある、この世界とは別のね、世界への想像を膨らませて、まあ、そういったものにかけていく。まあ、そういう営みなわけですよね。で、まあ、これは、始まりをもたらす、活動、あるいは演技。まあ、もっと言うと俳優。まあ、この、活動、営み。まあ、こういったものと極めて近いんじゃないかっていうふうに今考えられると。今ある世界の延長線上じゃなくて、まあ、新しく、まあ、世界を、まあ、生み出す。そういう力が、まあ、嘘をつくことっていう、まあ、動詞の中に、まあ、あるのではないかと、まあ、思えるわけですね。ただ、まあ、こういうふうに整理してみると、まあ、現代のね、トランプとか、あるいは、まあ、過去のヒトラーなんかも、じゃアクションの人だったんですかというふうな疑問が出てくると。で、まあ、アレントはちゃんと答えてないようなんですけども、しかし、ある種の示唆は、まあ、していると。で、それは、心理と政治を分割しつつも、共に重要なものとして切り捨てずに、
この組合というものを考えていたというわけですね。まあ、アーレントが言うには、真理と政治は、まあ、全然違うと。まあ、これは、彼女にとっての、政治と、哲学が違うんだ。まあ、真理が、哲学に対応していて、まあ、政治がもちろん政治に対応しているわけですけども、まあ、そういう話になっていくわけですね。まあ、鉄人王みたいな。まあ、哲学者に政治やらせておけば、まあ、なんとかなるっしょみたいな。まあ、そういう話とは、まあ、全然違うわけです。ただ、じゃあ、この二つが全く、ま、無関係に存在しているかっていうと、まあ、そうではなくって、真理は政治に対して、その意のままにならない、そういう制限を与える、その条件っていうものを政治に対して与える、まあ、そういう役割があるんだよ、というふうに、まあ、考えていると。で、この真理の役割っていうのは、まあ、現代で言うと、まあ、公文書だろうと。いうわけですね。で、まあ、この公文書でもって政治の暴走に、この枠といいますか、まあ、手綱をね、与えるみたいな、そういうことが、まあ、大事であって、まあ、そういうことを開始することで、まあ、このポストトゥルース時代にね、なんとかまともな政治をやった方が良いのではないかと、まあ、そういうような話に、まあ、なっているというわけです。アーレント、このなんか嘘論って最近なんか文庫になったような気がしますけどね。責任と判断ではないか。まあ、文庫になったのかもしれないし、なってないのかもしれない。まあ、ともあれ、まあ、なかなか面白そうな文章なので、まあそういったものも含めて、読み直すといいのかなとか思ってますね。はい。まあ勉強になりました。まああと公文書大事だなと思いましたね。はい。というわけで、今日の紹介は以上です。ではまた次回。